地元の先輩が令和の虎でオール取ったって言うからついてきたはいいけど最近様子おかしいしこんなんでいいのかなおおおはよう沢村くん沢田です何ですか急にてかなんで急にパーマ当てて枠来てんですかいや僕もこの会社はこのままじゃいかんぜよと思ってね坂本龍馬に関する本を数冊読んだらまさにこれだって思ったんだよね先輩人から影響を受けやすいですからね この前はずっと黄色いパーカー着て宝くじ買うやつはバカとか言ってましたよねほら俺って昔からネションンたるでしょシンパシー感じちゃってさこの前はアゴヒゲがひろゆきと似てるって言ってシンパシー感じてましたけどね沢村くん僕はねこの会社をこのままじゃいけないと思っちゃるだからこそこのままではいけないと思うあいや思うぜよ何そのセクシー龍馬ただ漠然とこのままじゃいけないと思ってるだけじゃんでも本当にこの会社このままじゃいけないと思うよ 文庫本買った時についてくるしおりを集めて転売する会社でしょウ社長に全出ししてもらったぜよクソが城社長もこんなやつに金出したから倒産したんだろうほんと自分でもよくこんなクソ会社の立ち上げについていっちゃったと思いますよ懐かしいことを言うなぜよ沢村君当時を思い出すねそして脱藩したこともねああ先輩がお母さんにゲーム募集されて家出した話ですかしかもお腹空いちゃってその日に家帰ったやつですよね 脱版とかカッコつけてるけどただのヘタリカスじゃないですかゼヨゼヨ思い出したら涙が出てくるよあ、いや涙が出てくるゼヨさっきからゼヨって言えばいい感じ出してませんな、そんなことはないぞゼオ村君めっちゃ焦ってゼオ村君とか言ってんじゃんじゃあ坂本龍馬って何した人ですか答えられますよねうん、えっ、ー、と、佐長同盟いや、違う、うん、なんだっけ、あのー、えっと、なんだっけ全然知らねえじゃん坂本龍馬あるあるだよそれ みんな量ョーマ好きとか言うけど具体的に何した人か答えられる人なんてよっぽどのマニアしかいないんだから落ち着け沢村君落ち着け落ち着け落ち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 落先輩が落ち着いてくださいよてかこのままだと本当にこのクソ会社潰れますよ考えろ沢田君今日は徹夜だこの国もこの会社もこのままじゃいけないぜよわしが動かなきゃいけないぜよおお夜明けぜよ 暗殺されればいい今日こいつ今日の坂本龍馬はおしっこ癖が悪く友達の家に遊びに行くと帰り際に玄関でタッチションするのが習慣だったらしい暗殺されるのも仕方ないね